高林山は、茨城県日立市と日立大田市の境に位置し、標高623メートル。北の神峰山から高林山を通り、多賀山地南端の風神山にかけての稜線が、高鈴県立自然公園に指定されている。多賀山地南部の最高峰で、関東平野川から見える一番高い山で、 隣の神峰山が先方であるのに対し、なだらかな山陽である。特徴のない形だが、山頂に、レーダー雨量観測の巨大なコンクリート製の塔が、立っているのが目印である。車でも登れるほか、登山道もよく整備されている。山頂には、展望台、一等三角点、転測点などがあり、雨量観測塔のほか、電波中継塔などが林立している。 人工物が多くて、京王ソングが、展望は素晴らしく、筑波山、カバ山など、北方は、茨城県北部の山並みや、円形に、那須連山まで見渡せる。降林山は、花の百名山に選定されていて、代表する花として、千ぶりが紹介されている。山頂の北に続く尾根に、お岩山があり、岩壁や祈願となっている。降林山は、神峰山ともに、 賀山地南部の手法となっている。高林山一帯の地質は、日立変成岩と呼ばれる、古生代、石炭期ペルム期の火山岩起源の緑色変岩や、石英変岩などの結晶変岩からなる。高林山山頂部分や、お岩山への尾根は、緑色変岩よりやや硬い石英変岩から、できている。高林山山頂部分は、 古い時代に形成された阿武隈高地の正規覆面の残旧にあたり、なだらかである。一方、山の北側の宮田川流域にあたる大岩山への、稜線は、最近2万年以降の侵食復活により、痩せ尾根になっている。降臨山北面の宮田川上流の、結晶片換地域には、高鉄甲や王道甲を産出する含む、道流下鉄甲帳があり、江戸時代には、 赤沢銅山、日立村と言われていた。明治になり1905年に、久原房之助が赤沢銅山を再興し、日本屈指の銅鉱山の日立鉱山に発展した。本山地区が採掘の中心で、高鈴山地下では、本鉱、赤沢、鈴高鈴鉱章があった。本山地区を中心に、鉱山集落が発達し、鉄道も引かれ。 日立市の高工業発展の発祥の地となった。太平洋戦争から戦後にかけて最盛期を迎え、7004人がこの山中に住んでいたが、1981年に資源湖活により、日立鉱山は閉山した。1929年以降は、日本工業株式会社の経営下にあった。 鉱山閉山後、日立鉱山の鉄道や施設は撤去され、集落も消滅し、元の自然の山に戻っている。本山地区の再開発による、日立市元山自然の村は休憩、宿泊施設の整った市民憩いの広場である。鉱山本港跡には、飛行記念館が建てられ、鉱山のありし日の姿を展示している。古くは、日立国風土器に、 が比例の峰として述べられている、信仰の山で、もともとは、主験道の山であった。山麓に、徳川三国なども参拝した大岩神社があり、山頂には奥の院がある。近年、その岩壁が、ロッククライミングの場にされ、ご神体へのボルト打ち許可使用が頻発していた。2014年頃から、 山柄を名乗るハイカー等が無許可整備、違法ルート案内が横行し2015年に頃から、登山者や一般人による、植物、岩石の洞窟損傷、ペンキ塗り、事故、遭難が多発。山頂付近の岩場は、地権者、行政、警察の協議により立ち入りが禁止されている。神社には、県指定天然記念物、お岩神社の三本杉がある。 ありがとうございます。